はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、反動の向きを変えろということで、この PF1 でね、追加された新しい機能、この反動の向きってやつを使っていきたいと思います。この反動の向きね、この銃にとっては特に大事で、 M1909 ベネット・マーシャー君ですね。メルシーでもマーシャーでも、マルシアでも何でもいいですが、ちなみにこの銃だとね、反動の向きを変えると、銃口周りのね、マズルデザインが変わるっていうね、そんな感じです。で、まあ別にデザインが変わるのはどうでもいいんですけど、まあどうでもよくはないか。なんて言うんですかね。すごくこの機能はね、この銃にとって大事で、まあ M1909 ベネット・マーシャー君はね、もともと上方向左右ブレでね、すごく精度が悪いんですね、体感的にのね。リコイルが左右にブレちゃうんで、弾が飛び散っちゃうんですね。で、これを右上方向とかね、まあ右上が多いと思うんですけど、自分の慣れているね、右上方向のリコイルに変えることによって、まあなんて言うんですか、それをリコイルコントロールして、まあ、命中率を上げるっていうね、まあそういうことですね。まあこうしないとね、 M1909 ね、精度だけが取り柄なので、火力はほとんどないので、相当やりにくいというわけですね。はい、まあ、何はともあれね、ちょっといきなりすなられて、死にましたけど、引き続きね、この動画ねご覧になっていただいてですね、気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではどうぞ。よいしょ。で、いきなり目の前におらーおら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 、やっぱりやりきれないな。やっぱりね、コントロールが高くてもね、なんだ俺も投げるか。あいつやったな。あいつがやっちゃったよ。やっぱりね、このね、この銃もうちょっと有効射程が長くないとね、使い物にならんだよね、本質的にはね。あまりにもこう有効射程がね、短いんだよ、お前ら、全然当たらない、全然当たらない。おらおら、あそこいるぞ、スナイパーが、やべえ。スナイパーマジ危険因子だから、危険因子とか言って。看護兵も意外と危険だな。おらおらおら、おら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 。あいつ逃げたか一回。絶対ね、スナイパーの方がね、危険なんだよ。スナイパーはね、まずどの距離でも当ててくるからね。ああ？そっちか、どこだ、いないのか。いるー、危ねえ、危ねえ、あいつ外した。燃えろ、おら。燃えねえ。もう逃げたか。そっち側に、右側だろ、絶対。普通に考えて。飛び降りたとは考えにくい。いるね。おいしい、全然当たらねえ。それが当たらないのでしょうがない。おら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 、あいや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 、おいしょ、オッケー、レッドパノン P08 マジで頼りになる武器だわ。このベネット・マーシャー君はね、ゴミゴミとか言って、マジ本当にね、右上方向に変えてみ、あ、そしたら神銃じゃんってなるから、神だこれってなるから、あの上方向のリコイルはね、マジ本当ポンコツ。上方向左右ブレは抑えても限界があるからね、やっぱり。だから本当にね、ポンコツなんだけど、右上方向にすればね、まだマシっていうね、うん、味方が投げて勝利なんだから、ダビは食らわないのは知ってるっていう。当たれ、なぜ当たらない。もうなんか俺のクソゲームとか関係ないぞ、今の。このゲームのね、景気感じ、謎仕様だからね、マジで。なんか撃ちまくるとさ、こう、なんていうの、あの、命中精度が向上するとかしないとかさ、ちょっと謎なんだけど、マジでっていう。そういう話あったけどさ、結局どうなったのみたいなさ、なんか謎ね、そういうところね。ちょっと謎な部分ある。なんかね、謎。なんか謎とか言って。打ちまくると、精度が向上するっていうね。おお、危ねえ。なぜそうなったというか、まあ、先取り切ったら。とりあえず俺は取りに行けないというか、取りに行かないから、味方が取れるようにしたいな。取ったっぽい誰かもういきなり。もう取っちゃったよ。先取り切ったほとんどのさ、死因がさ、ナイフで刺されるだよね。もうみんなナイフで刺すことに出会うし、みんな。もう味方が取ってるね。敵がいない、しけてる。しけてるよ、これ。しけてる。しけてるよ。ここのマップでね、気をつけなきゃいけないのはね、ここを登った時にね、調子に乗って、おっと、危ない、燃えろ。調子に乗って、危ない、死んだ。あ、醤油グレネード一人やった。まあまあ、ヒルレがいいってやつだね。ベネット・マーシャーはマジ無双はできないよ、ちょっと正直言って。タイムズキルがね、長すぎるからね、なんていうの、テンポが悪くなっちゃうんでね、とりあえずここ登ろう。要するにね、無双するにはね、素早く敵を排除するっていうことだから、要するに簡単に、おおぶね、無双ってそういうことだからね、素早く敵を排除できない銃はね、死なずに立ち回るというね、死なずにあんまりやらないっていうね、うん。一番手っ取り早いのが、ショットガンで突撃して蹴散らすみたいな、そういうスタイルのね、無理やり殺すっていうね、そうするとキル数が上がるっていうね。で、その代わり普通の場合死因じゃねえや、キル数が、キル数も増えるけどデス数も増えるっていうね、
まあ、こういう銃はちゃんと使えばキル数が少ないけどデス数も少ないっていう、うん、まあ結局のところあれだよね、どう考えても火力が高い銃の方がいいよね、うん、基本的にそうだと思うんだよね。よっぽどのことがない限りね、オートマティック M1918 みたいにね、まあ、クソアラブルみたいな、ああいうファマスみたいなね、 BF4 でいう銃じゃなくてね、まあ AEK エースぐらいなら、あそこいるな、ちょっと嫌な場所にいるな、あいつ、あのスナイパーが抜いてくれるかな、あいつ死ぬか、それとも、おら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 、あいるのか、どうするんだあいつら、よいしょと。あとこのさ、サイトもさ、対空サイトとさ、アイアンサイトによって性能は違うのかとかさ、まあ、多分違わないと思うんだけど、待って、危ない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 、ハンドガンに負けたらちょっと悲しい、まあ言うてハンドガンバカにならないからいいんだけど、おら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 、いるいるいる、回復ありがとうありがとう、ちょっとヘッシュ入ったよ今ね、ヘッシュ入ったヘッシュ入った、この銃威力なさすぎなんだよマジで、もうちょっと威力上げとけよ、あと一発少ない弾の数でやれるようにしとけっていう、おらおら、オッケー、ナイスカット、俺すげえ、もう従軍選手来ちゃったよ、驚きなんだが、そんな使ったんだこの銃、この銃マジゴミだ、使えねえと思ったけど、実際そうだよ、使えねえよ、あれでやれねえんだろ、俺そんなにクソエムだったか、そんなにクソエムだったか俺っていう、なあなあなあっていう、あの基本的にね、タイムトゥーキルが長い銃ほどクソエムになりやすい気がするね、やっぱり長い間敵を狙うっていうのはどうしても難しいからね、まあその代わり、うん、なんだお前ら、おら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 、ヘッシュ入って、今ヘッシュ入ってよ、ちょっと待ってってよお前ら、よいしょ、燃えろお前、いてててて、燃えてる燃えてる、オッケー、燃やした、瓦礫によるキルって謎だけど、瓦礫によるキルって謎だよ、なんかよくわかんないけどポイント増えるっていう、うん、別にポイントとか関係なく、焼夷グレネードは強いんだけどさ、焼夷グレネード強い、おら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 、オッケー、今の神エイムじゃん、神エイムというか、まあなんか運が良かった気がする、もうなんか運だよ、運、精度が悪いから、運、精度が悪い銃が当たるかどうか腕じゃなくて運だからっていうね、そういう気がする、まあ、腕も大事だけどね。もともとクソエムだったら当たるわけないからさ。いいんだけど。いや、とりあえずめっちゃイモってるわ、俺。この動画どうなんだろう。動画になった時に、見てて楽しいのかな、謎だわ。とりあえずクソ暇なんだけど。いるな、そこら辺。おら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 、おら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 、おらおら、オッケー。バッチリです。まあ、とりあえず、静かだね。いる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 、危ない危ない危ない、ダメ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 、オーケーオーケー、オーラ19ダメージしか入ってない、この恐怖、お前ら燃えろ、もういいから、オーケー、燃やした、これね、すげえ燃えるからすげえ燃えるからとか言って、いるな、そこら辺もう一個あったらいいんだけどな、いてて撃ってきた、おお、トリップマイン、トリップマインじゃない、オーラオーラオーラ、オーケー、危ない、ダメダメ、危ねえ、よかった、あれ壊すか、ういー、よいしょ、ふぅ、もうたまわんだよな、ほんとに。ほんとにこのさ、援護兵さ、おら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 、おら、援護兵マジでたまがさ、この、たま2個持ちっていうのが歩兵専用になっちゃったからさ、マジゴミだよね。なんか歩兵戦で使えるなんかね、ガジェットが1個欲しい。ちょっと待って、飛び降りちゃった、ミスった、ミスった、ミスった、やべえ、アパーっていう。歩兵戦で使えるガジェットが1個あったらね、援護兵はるかにマシなんだけどね。基本リペアツールとかね、もうどうでもいいんだよっていう、ね、そういうもんばっかだからさ、そこやばいよっていう、そこなーって、おらーおらー、いっぱいいるからやばいよ、いっぱいいるよ、よいしょよいしょ、弾あげる、弾なんだ、リロードしながら弾あげられると思ったらそういうことはないのね、よいしょと、ガッチャ、よいしょ、いっぱいいるな、そこらへん、おら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 、やべやべやべ、何人もね、見えながら撃つのやばいよ、なんかね、基本的にね、敵がいっぱい見えてる時に撃ちまくるというのはね、要するに敵に同時に狙われる可能性が増えるからな、こういう風にね、いっぱいいる時はね、こうやって1人ずつしか見えないぐらいの感じでね、やるといいよっていう、てか全然やれないんだけど、ダメしか入らない、まだ援護マンだ俺、援護マン、敵にダメだけ入れるっていう、でしかも直接戦闘しにくいっていうのがきついよね、ベネット回しやな、相当頑張んねえと、おら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 、あそこら辺いるぞ、おらおら、オッケー、あいつもともとダメ入ってたんだな。よいしょと。ほんとクソ芋だな、こいつ。クソ芋野郎だ、マジで。死んだ方がいいわ。死んだ方がいいわ、とか言って。まあ、死んだら困るんだけどね。似てて、危ね。てかもう93ポイントじゃん。意外とあっという間だね。なんか、クソつまんねえ、なんかそういう試合になるかと思ったら、大したことないよ。大したことないでもいいか。まあ、意外とぼちぼちだわ。よいしょと。てかもう無理やりなんか敵キルしたいけど、なんかいないんだけど。いないというか、
どうにもできないんだよ。いる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 、オッケー、俺がラスキル、ラスキル、ラスキル、ラスキル。ストームトルーパー、ラスキル。ストームトルーパー、いていていてて。ストームトルーパーって冷静に考えて、あいつ一緒、待ってー、燃えてるー。一発当てればよかった。一発当てりゃやれたかもしんねえ。無理だな。30だから、HP 一発で30削れねえもん。まあ何はともあれ、こんな感じで、きっと終わるだろう。はい、終わったーっていうね。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、やっぱりね、M1909 ベネット・マーシャー君みたいにね、すごいポンコツでね、使いにくい銃でもね、ハンドの向きを変えると、まあまあ、こうやってある程度当てられるようになるので、まあ、ぜひね、いろんな銃のハンドの向きっていう機能をね、ちょっと試していただければなという感じですね。はい。というわけでね、まだあと、どんくらい続けるかな ?1 分くらいかな、うん、続きますけどね。まあ、何はともあれね、KD 費乗りました。この動画ね、気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まあ、やっぱりでもスコアが伸びないんだよね。キルレはさ、俺が一番高いけど、やっぱスコアが伸びないっていう、そういう感じですね。うん。